孔子のお墓ですね、孔子廟。あ、孔子廟。孔子廟を見て感激したと言われてますので、それをモチーフにしたんじゃないかと。孔子廟はそうですね、こういう感じですね。こういう瓦でね。こういう、そうですね。当時あの大阪の戦乱まで発注してですね、はい、これ作らした瓦なんで、今でもその当時のままですね。そうですよね。で下の板はですね、台湾のチーク材ですね、船材です。あ、すごいですね。ですからあの腐ってないですね、昭和3年からね。あ、そうですか。でその下の石垣はあの四国の高松城の石垣ですね。あ、そうですか。このまた松も素敵ですよね。この松がね、もう剪定が ね毎年やってますんで ね、うん、でまあ向こうまで行かれたらあのあそこに昔の倉敷 の町役場ですね、あそこに見える、ね、この正面がですか。いや、あの右側なんですけど、右側、ね、行きましょうか。はいはい、はいはい、ちょっとじゃあはい、これは証券会社ですね。難しいな。証券会社ですよ。土米の証券会社。美術館の中ですね。大原、この右手が大原美術館。